ラブチャンネルたけちゃんです。おはようございます、金ちゃん。おはようございます。朝から金ちゃん、金ちゃんでございますね。はい、お客さんの車納車終わったんだけどな。はい、終わりました。終わったな。はい、で、間違い、今日もお昼から来るのか、車。はい、なお昼になんか別の車まだ磨きコーチングするようで、その合間に、お昼になる前に、はい、洗車してるようです。さっき金ちゃんの SMR だったな。はい、え、はい、あとこいつはママちゃんの車だな。これ先行って、先行ってな、洗車サービスしてなかったんで。洗車サービスしてくれるのか。はい、え、はい、でもこれうちのママちゃん使ってるより金ちゃん使ってる方が多いんですけど、はい、来週もお借りします。金台車に S 出すと車でんだよな、はい、帰れてくるからな。はい、うん、ちょっと遠くの間帰ります。だからこの車乗ってあるってだろ。はい、なんで金ちゃんが洗車しないとダメなんです。とりあえず今日も一日頑張ろう。はい、頑張る。じゃあまた、あ、俺はピンキズリしてから今日よ。今日は平和の日ですね。え、何も平和っていこうな。え、静かな日です。静かな日です。じゃあ筋肉痛で昨日からやっててよ。イケメン塗ってんじゃないですか。痩せてか。痩せて、はい、やべ、いけないメンズだ、いけないメンズだ。夏子いつかイケメンに。じゃあまた。はいよー、じゃあね、はい、下で金ちゃん頑張って、今度ね、上に登ってきてね、ペンキ塗り。これね、昨日からの続きなんですけど、ペンキ塗りをしたいと思います。はい、親方、俺より先に来ても塗ってました。本日のアルバイトの、はい、ゆうたくんです。こんにちは。こんにちは。今日学校休みなんだね。うん。はあ、で、ペンキ塗り手伝ってくれるの。うん。やった。じゃあ、汚れないように、お手伝いしてくださいね。はーい。よいしょ。じゃあね、ゆうたくんもなんか手伝ってくれるっていうんで、段取りそうしたいと思います。はい、楽しみだね、ピンキ塗りね。はい、よし、よー、じゃあね、はい、じゃじゃん。うちのゆうたくんもね、ピンキ塗り始まりましたね。え、上手に塗れっかない。どう、ゆうたくん楽しい？え、楽しい。お前自分の靴塗ってんじゃねえかよ。ちょっと靴見してみろ。靴おじでがんな、お前。まあいっか。よし、そんな感じでね、このゆうたくんにはこの狭いとこね、ずっと塗っていってもらいたいと思います。で、親方通りはあれザーッとザーッとやってくるんで、じゃあゆうたはとりあえずそこやっててくださいね。お願いします。はい、楽しみながらやってるようです。はいはいはい。じゃあね、はい、私とゆうたくんでね、こういうとこ、こういうとこね、ずーっとあっちまでね塗ってみましたね。はい、で、今ゆうたくんは昨日の夜ね、ちょっと私と親方と塗ったところのね、塗り残し、暗くて見えなかったところとかね、あったんで、塗りムラあったこ、ちょっと今ペンキでちょんちょんしてもらってます。いや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 、暑い、今日も、あ、なんかだいぶ楽しみながらやってるようですね。ああ、いや、それ持って歩くとピンキてん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 なんじゃね。あ、気をつけて。はい、初めてのペンキ塗りなんでね、楽しみながらやってます。いや暑いな、はい、こっちは親方順調にやっております。まあ、もうちょっとバーッと塗っちゃったら、あとまた金ちゃんでもかまいに行ってみます。はい、またね。じゃあね、ちょっと一服さんの来たらね、親方の手袋なんか先っぽ引いちゃってくれ。汗熱いです。いや、ほんま。はい、ペンキ作業してるとね、手ビジャビジャになるくらい汗かきますよ。やば、真っ白じゃん。真っ白だ、やべえな。はい、まあ汗かきだから頑張ってます。すげえなこれ。はい、あよー、じゃあゆうたくん、昼の休憩にすっか。はい、あ、親方も手洗っていくからな。あ、ゆうた、お前足見してみろ。なおめえ、ニューバージョンのクロックスになっちゃったな、これ色。うん、な、仕事終わる頃にどんなんだろうな。まあ、とりあえずお昼ご飯にします。おお、じゃあ昼飯前にね、ちょっと倉庫の方に来て、金ちゃん見に来ました。ああ、金疲れた。疲れた、暑いし。何やってんだ。スタッドレスタイヤ履いてんのか。はい、あ、そうだな、季節だからスタッドレスタイヤ履いておかねえな。はい、困っちゃうからな。はい、ピースからタイヤ買ってきたのな。タイヤ買ってきた。昼は食わねえんだな。
え、食います。食うのが今から。はい、じゃあ俺先食ってくからな、親方と。じゃあゆうたくんもフェイキ屋さんやってくからよ。なんかクロックスがなんか最新モデルになってたから、フェイキで。はい、じゃあとりあえず飯食います。はいはい、じゃあね、はい、ここの部分始まりますね。はい、ゆうたくん午前中から引き続いて午後も手伝ってくれるやつ。ゆうたくん危ねえからな。とりあえずまあ綺麗に塗ってあんだけど、こっちがね、ちょっと私のね塗り残しあっから、こういうとこ塗ってもらえたな、ゆうたくんには。あ、こうやって見つと、はい、こういう塗り残しございますので、こういうとこをゆうたくんに塗ってもらいたいと思います。よし、じゃあピンキの入れ物にピンキ組んで裕太くんに渡したいと思いますね。はい、はいよー。じゃあね、はい、みんなで塗り始めたらね、ケンちゃんが上がってきましたね。おい、ケンちゃん、何しに来たのね。お客さんにパンもらったから。パンもらったの、はい、届けに来たの。はい、なんか今ちょっと食えねえなね、はい、川竹カメラピンキだらけになっちゃったよね。え、あ、それあの、じゃあ下にいてうちのママちゃんに届けておいてください。あ、わかりました。あ、お客さん帰っちゃったのか。はい、あ、ほんか、わかった。はい、ごちそうさまでございます。あとゆっくり食いますんで。じゃあ届けておいて。はいよー。はいよい。じゃあね、はい、ゆうたくん、はい、ゆうたくんのお仕事終わり、うん、え、疲れたから終わりね。はい、ゆうたくんはね、細かいとこ塗ってくれたようでね、ゆうたくんの仕事は終わりでございます。私と親方はまたやります。どう、ピンキ屋さん疲れた。疲れたよ。ほら見てよこれ、やっぱ。これよ。じゃあ、はい、ゆうたくんは本日終わりです。あとは親方とパパとやるね。うん、よし、じゃあまたに。はいよー。じゃあね、はい、皆様で頑張りまして、はい、とりあえずね、一発目の屋根の方は今日塗り終わりかな、大体ね。はい、でーっと行ってあっちまでとりあえず塗りました。何も使ったべ、ピンキ1本半くらい使ったかな、ね、あとまだこの汗モードは塗ってませんけど、いざまだ明日だな。はい、金ちゃんもね、あちらの倉庫の方で、はい、磨きしてますんで、あ、爆の音聞こえんな。わー、で、あと今日お店も予約があるんでね、ピンキ塗りは大体そこの切り抜いとこで終わりたいと思いますね。親方もう少々だ、足元の内まで出てこれないかな。よし、じゃあとりあえずもうちょっと下降りていってみます。はい、いや綺麗に塗りだな。はい、はいはい、じゃあね、屋根から降りてね、ケンちゃんとこ見に来ました。はい、いつものようにケンちゃん頑張って磨いております。はあ、いやいやいや、おお、ガラス車のようなものな、そうじゃん、ちゃんとか新型ちゃんとかな、これは。こんな感じで、頑張って磨いてきたんだからな。あ、そういえばこれワイプだったら俺って出てるかな。あ、でもどうしてだろう。頑張って磨いてるよね、ケン。綺麗なのかこれ。どう、やっぱ小傷はあんのか。まあそれなりに、まあ、新しい車だからでもな。はい、はい、私今度今ペンキ塗り途中で終わってきたんですけど、今日はなんか久しぶりにそれなりの予約が入ってるんで、夜の準備に入ります。それなりに最近暇だったかな。最近暇だった。
はい、あ、今日はそれなりのレアゲだから頑張って、あの準備しないと準備しないとダメなレベルの予約です、はい、ということで今からちょっと夜の段取りします。はい、よーじゃあね、はい、夜の予約のね準備、はい、なんか今日海鮮鍋って言われたんで、とりあえずは海鮮鍋1つ2つだ、海鮮鍋2つと、あと刺し盛り2つ頼まれてます。あとは来てから何か頼まないんでしょうから、はい、まあそうだな、あ、自分で食いたいです。なんかとにかく海の幸いっぱい入れてくださいってことだったんで、もう入れられるだけ入れてみました、はいこんな感じで本日ね、ペンキ塗りの作業からあの入ったな、金ちゃんかばっての夜の予約でございますね。あとは通常業務に戻りますんで、はあ、明日もまだ懲りずにペンキ塗ります。はい、じゃあ今からまだちょっと作るものいっぱいあるんで、うん、うまそうでしょこれ、やべえな、まあ、そういうことでまた皆様会いましょう。はい、グッドボタンチャンネル登録よろしくね、バイバイ。いや、今日はゆうたくんも頑張ってくれたからな、ありがたい、はい、また。